中野にぎわい祭りのセクションを作ってるところですね。今日は明日10月9日、スケートのキッズスクールと有志のコンテストとデモンストレーション、いろいろ盛りだくさん。8メートル近くあるクォーター、フラットバンクに上は、レンガ、コーピングはレンガになっています。こだわりのセクション、もう中でできます。よろしく。だから9時ちゃんと来れる人ちゃんと来てよ。それでよそからもいろんな人が来るから、あのできるだけファットブロスライブライブライブ。今日先生を務める森田です。
よろしくお願いします。スケボーは楽しいもの、怖いこととか痛いこととか無理しなくていいです。だけどできそうだったらちょっとやってみてください。
ました。長らくお待たせしました。決勝の結果報告発表したいと思います。第3位工藤優三、工藤優三どこ行った、工藤優三第3位、いっぱいもらった、待ってろ。第2位の発表、カットでお願いします。村岡弘樹、吉田と準優勝、準優勝じゃない、優勝吉田トール、吉田トール、何年ぶりの優勝だ。中野で優勝、並んで吉田トール35歳、僕の同級生、同い年、吉田トールくん、おめでとうございます。ありがとうございます。スケボーとかいっぱいプレゼントもらいました。商品チャックは開いてないです。今日練習全然できなかったのに優勝できたっていうのは、25年ぐらいスケボーやってきてよかったですね。そうですね、こんな気持ち久しぶりですね。やった。じゃあこれを機に35歳からカムバックでアメリカの大会とかに出てもらいましょう。吉田徹君です。大きな拍手お願いします。また第2回も大会予定したいんで、皆さん応援よろしくお願いします。提供は中野唯一のスケートショップファットブロス、萩原さんと FESL の森田と中野のスケーターみんなです。ありがとうございました。今日はこれも撤収します。皆さん逃げないようにお願いします。